八幡ハ神社は、大阪府大阪市鶴見区にある神社である。演技式神明朝に記されている、式内社で、旧社格は、豪社。江戸時代の頃は八つル神社と称されていたが、演技式式内社の否定を行った、並川誠書により、当社が演技式における、八幡ハ神社にあたるとして、八足即有者社,社号標石を置いた。それ以降、 あっち早や神社と呼ばれるようになった。社殿によれば、祭神のあっちだかきこね神は、摂津国に降臨し土地を開き、民に農耕の豪を授けたと伝わる。この地の守護神として祀られたという。起源は、668年に発生した草薙県東南事件の際、白木の僧、道行が草薙県を持って、船で白木に逃げ帰るとき、突然の嵐に巻き込まれ。 これを神罰と恐れをなして、途中の河口に放り投げられ、その後、草薙県は里人により拾われ、この神社に一時収められたのが創始と伝わる。そして、草薙県は無事に厚田神宮に返還されたと伝わる。明治時代に、何は鉄道建設の折に現在地に遷座した。昭和34年、宇治子総大の発案により、五国舎を建てる。合わせて、 境内の大整備を行い、本殿の修復、新域の拡張、送電車などを、抹車の混流などを行った。境内には、大阪府知事、佐藤義明記号による、木伊佐尾が残る。現在も霊祭日には、厚田神宮より宮司か新職が参拝。厚田神宮の霊祭日には、当社の宮司などが参列する慣修が続いている。特別な時のみ展示される。 霊子系大金変法室の由来となった神話に基づく社殿本殿は流れ作り銅板武器となっている。社務所正門河原武器。明治初年に近在の薩摩屋敷から移築したという逸話から薩摩門との名称あり。あちそく勇者社号標石本殿前にある花崗岩製の標石。高さ96センチメートル、一辺24センチメートル、四方の角中に、 八足勇者と掘られている。機内にある、式内者の検証を基とした、並川聖書の指示により、弟子の久保井よが、原文元年から2年にかけて建てたものである。標石は高さ4 3トル一辺6 1トル四方の下台石、高さ2 4トル一辺4 2トル四方の中体石の上に立つ。中体石には、 関広志望の名が刻まれている。是は標石を立てるにあたって、資金を提供した山口や由平を指す。平成16年に大阪市の有形文化財に指定された。おかげ灯籠慶応4年に制作された灯籠で、正門の脇に立つ。おかげ参りの決縁として建てられたもので、大阪市内では唯一現存する、おかげ灯籠である。平成22年、 大阪市指定有形民俗文化財に指定された。大楠の木樹齢千年と伝わる楠の木で、樹高16メートル、幹回り6メートルの巨木。大正時代に落雷に愛酒館が枯れてしまったが、樹木医の治療により染み木は健在である。昭和45年2月20日、あっち早尾神社の楠の名称で、大阪府により天然記念物に指定された。狛犬本殿前に,についたつ。 本殿向かって、奥側の一体は昭和四十三年に行われた千三百年祭の時に奉納されたもの。本殿向かって、手前の一体は文政三年に奉納されたもの。同票勝負新地形大北側にあり。仁徳天皇が山を得た際、八金活光に死ね神が夢枕に立ち、皇居の東にある池の勝負を祭れば回遊するというお告げを受け。 その通りにしたところ病が見えたという伝承に基づく池。夏祭りの際にこの池の勝負を借り取り、神前に備えた後、宇治子には毛与えられる。昭和34年7月に改修された。総天社本殿脇に立つ。天寺スコ大臣、大国主大臣、大都市大臣、ことしろ主大臣、大事主大臣、春日大臣、住吉大海は、八幡大臣、 琴平大庭が祀られている。昭和34年7月造営大、進む軍社大将軍を祀る、境内抹茶。昭和34年7月造営、楠木稲荷社昭和34年7月、造営五国社国事巡覧社を祀る、境内抹茶。昭和34年7月造営、JR 学研都市線、JR 大阪東線放出駅から東へ200メートル。 大阪府道159号平野森口線に面している。ABCDEFK 大気候比の記載による大阪市指定文化財おかげ登録1期。大阪市。2014年2月15日閲覧。大阪市指定文化財、天根水分豊浦井の地車社,社号標石、新須坊寺車社,社号標石、多米車社,社号標石、あちそ有者社,社号標石。大阪市。 2014年2月15日閲覧。大阪府指定天然記念物あちはやお神社の楠、大阪府。2014年2月15日閲覧。あちはやお神社の大楠の木。大阪市鶴見区。2014年2月15日閲覧。AB、勝負歴あちはやお神社。2014年。送電車変額の記載に基づく。ありがとうございます。